その瞬間楽しい。こんにちは、こんばんは。赤髪の友です。今回は綺麗な色のクリームソーダをいくつか紹介します。まずは大人のクリームソーダを作っていきましょう。材料はこちらです。ブルーキュラソー、これが青色のお酒、白のカルピス、赤のグレナデンシロップ、これを使っていきます。まずはグレナデンシロップを注ぎます。次に氷をたくさん入れます。そしたらカルピスを炭酸で割ります。混ぜたら氷に沿わせるように静かに入れていきます。最後にブルーキュラソーと炭酸を割ります。赤、白、青の3色トリコロールになっています。フランス国旗みたい。はい、うまくいきました。なんで混ざらないかというと、液体の糖度の差を利用しているからで、糖度が高いほど液体は重くなるんだそうです。で、この一番下のグレナデンシロップはザクロの果汁と砂糖からできるシロップですね。だから甘いから重い。で、ブルーキュラソーっていうのはオレンジの皮を使ったリキュールを一般的にキュラソーというんですけれども、で今回はブルーキュラソーカルピスグレナデンシロップですが、赤ワイン、カルピス、ブルーキュラソーシロップでもできるみたいです。いくら重い順に注いでも勢いよく注いじゃうと混ざっちゃうので、氷を伝わせるように慎重に注ぐっていうのがポイントみたい。境目もちょっとグラデーション、この瞬間楽しい。じゃん、大人のクリームソーダ。美味しそう、美味しそう、美味しそう。ではいただきます。甘い、美味しい。うまい、うまいし綺麗。え、これ結構上手にできたじゃん。次いきます。次からノンアルコールのクリームソーダを紹介していきます。材料はこちらです。ブルーキュラソーシロップ、炭酸水、レモン。ブルーキュラソーとは違ってシロップになります。で、これ入れます。レモンを真ん中の壁にくっつけます。こんな感じ。できました。2層の綺麗な青いクリームソーダが完成しました。うまい。上がちょっと、美味しい。うん、レモンが美味しい。うまいな、これ。次もノンアルコールのクリームソーダです。材料はこちら、メロンシロップ、オレンジジュース、ジンジャーエール、これで作っていきます。まずメロンシロップを注ぎます。で、ここにオレンジジュースを注ぎます。よし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 。これなんで氷をいっぱい足すかっていうと、アイスと炭
炭酸が触っちゃうと泡がモコ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 ってなっちゃうんで、炭酸の面にアイスを触れさせないために氷をこうやって足します。どうだ、おお、透明黄色緑になった。できたじゃん。はい、完成、いただきます。やばい、よし、一回そうに移す。よいしょ。あー、ジンジャーエールうまーい。綺麗だね、緑と。なんかオレンジジュースとメロンシロップ一緒に飲むとバナナみたいな味がする。飲めるぞ。ということで、今回はクリームソーダ特集でした。綺麗な層になるように糖度を意識して、ぜひ皆さんもやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。